こんにちは、岡本優です。初めましての方がほとんどだと思うので簡単な自己紹介をします。もともとスタイリストのアシスタントを約4年間ラムダさんの元で勉強させてもらっていて、去年あたりから一緒にチャンネルを作ってるんですけど、個人でチャンネルを作りたいと思い始めることにしました。いろんな形でファッションのことを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こんにちは。ということで、ラムダさんと合流したんで下北の方向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。ここいいな。上壁だよね。で、地下中ついてるね、ここから。まあすごい趣。そうなんですよね。内容聞きながら歩かない。若い YouTuber の方って結構多いじゃないですか、最近。約大体3年半、4年ぐらい、ラムさんのアシスタントやらせてもらった24歳のなんか目線っていうのも、またなんかこう時代的には合ってるのかなと思って。いや、合ってる。俺もだってお前いなかったら YouTube やってないし去年ぐらいですよね。丸1年だよね。そうですね。ここをいつも歩きながら俺はあとで一回下北に向かうとする。あとここそこ突き当たり左行くと、みんなのチャリンコ屋さんがあって、はい、例えばアップハンドルにした時ワイヤーの長さで考えとか、はい、ブレーキングの調整とかはもうそのみんなのサイクル、みんなのさんで全部調整してもらってて。あ、ここなんですね。そう、ここ左行ったところにある。すごい。もうなんか老化してきてるせいか、10時ぐらいになるとめちゃくちゃ眠くて朝日の出とともに起きちゃうの。へえ。じゃあ朝寝ちゃう。寝た状態で寝てるんだから、はい、朝日が入り込んでくるともう自然と明るくなってきて、うん、自然と起きちゃう。それが大体4時半から5時ぐらいに起きて、で家の周り掃除して、はい、ストレッチして、で子供と朝飯食うのが7時ぐらいか。でそこからランニングしてみる。1日ぐらい。めちゃくちゃ健康っす。健康だけど、まあ、アルコールも摂取し始めたこれなんかシラフだと結構言葉少ないタイプだからさ、はい、酒入るとやたら喋るじゃん、はい、そうね、それで、ね、展示会中はついつい開いてない。あ、ここなんすね。で、ここここが大好き。11条分で書いてあるんだっけ。あ、じゃあもうすぐ。あ、でも今コロナだから12時間。この講習の日はないの。今ちょっともしかしたらコロナでやってないのか。北の確認とか台湾料理じゃない。へえ。あ、そうなんですね。いいよね、この釜。うちの親父こういう釜作ってたから。あ、もともと。そうなんですね。牛脂風呂か、アクリルをこう切り抜いて全部こういう文字から起こして作っている会社をやっている。今やってないけどめちゃくちゃ美味しい。うん。このギラあれまたできたな。あー、ここです。あ、岡本のティンバーランドはここにありました。カメラ回していくか聞いてみる。ありがとうございます。すいません。これはもう岡本仕様です。俺がもう絶対買えってあとサイズ次第そうですね、履いてみて。27だと多分 US9 あるから、俺履けなくないと思うよ。いや、多分履けると思います。めっちゃ良くね。めちゃくちゃいいですね。またバーガンディもな、廃盤になっちゃうんです。今日本入荷ないから、これとりあえず岡本試着してみる。はい、あ、すみません。じゃあ俺がカメラ持ってる。ありがとうございます。すみません。どっちで持ってる。こうやってればいいね。そうですね。すみません、ちょっと試着させてもらいます。これ完全にローカットのタイプの、うん、ただソールがワンちょっと薄めだよね。だからアウトソールっていうか、もうソールだけ張り替えっていう手もあるし。ジャスティス入っちゃった、はい、入っちゃったこの野郎そのミッドガットめちゃくちゃいいよ。
しかも新品ってまた嬉しいよね。すげえ嬉しいっすよ。いやいいね。鏡見てみよう。いや俺この間もう散策しててもう速攻岡本に写メ送ってねお前早く買いに行った方がいいよっつっていやなかなかないよこれは。いいねダンクのこの90年代のだね。おお、まあ26俺ジャストサイズだけどまあもうちょい我慢しよう。デラソールだ。あデラソールだ。これハイカット持ってるもん。あそうっすよね。ちょうど昨日履いたんだ。あペンの取材で。でも最近見なくなってきたよね。3万円だったら全然いいね。うん、そうっすね。うん。これもアメリカ製だよ。うん。98。なんかメイド USA と書いてあるだけで上がるよ。上がりますね。配色が絶妙だな。俺にはこなせないかな。なんかね、メンズのスタイルって3色から4色ぐらいのスタイルだよ。はい。例えばこれも、お前自分が着てるブラック、バーガンディ、グリーンって主色が3色あるよ。はい。で、紫がサッシで入ってるから、はい、もうこれだけで十分だから、うん、今セットアップみたいなこのバーガンディーで押さえたことで、はい、まだ成立してない。あ、よかった。そうそうそう、どっかに色を拾うっていうのは、はい、まあ、ラッパーとかもそうですし、まあ、キャップとスニーカーの色合わせるもそうですし、メンズのスーチングもネクタイの色とストライプの色を拾い合う、うんうんうん、靴下の色とシューズの色は一緒にする。どこかしらで色のこうまとまりを作っていかないと違うぐらい、まあ、もしくはセブンティーズのヒッピースタイルみたいに、はい、全身違う色にスタイリングするっていうテクニックもありとは思う。もう振るなら振っちゃった方が、振る振らないならまとめるの方がいいと思う、はい、多色使いのスニーカー一瞬見た目のパンチ力はあるけど、はい、履くには難しい。なるほどっすね。多少まとまりがあった方がいいと。このサファリとかこの辺は好きだよね。あーこれ可愛いっすね。ニワトリのさ、マジでこれいいじゃん。はい。なんかラムダさんの色ってオレンジとか蛍光イエローとか。オレンジだね。なんか印象あります。ジェイアンドファンなんだ。あ、なるほど。あ、ルーツそこなんですね。もう東京オレンジ。あ、なるほど。これもうオレンジが何より。やっべえこれ、ヴィトンのこのでけえカラビナ超可愛くない？このでかさ、何これ。あ、XL サイズあるんですね。うん、ちょっと見せてもらおう。すいません。いや、これめちゃくちゃこんぐらい、こんなでかいの初めて見た。初めて見ました。間結構ちっちゃいっす、うん、多分普通このサイズだもん。そうっすよね。こんな大きいのもあるんだ。うわ、重っ。これ全部シルバー？ここだけゴールド？ここゴールドか。そうですね。でも結構色が剥げてんだな。でもかっこいい。かっこいいっすね、それ。買っちゃうかしら。俺も？ちょっと待てよ。勢いで買い物していいのかな。でもこれかっこいいよね。これかっこいいっすね。普通のカラビナとして使いたいよね。家の鍵とかもついてるから、この辺別につけてみても可愛いな。はい、コンビニ。ああ、いいっすね。うわ、こっちじゃないか。岡本領収書切ってくれ。ちょっと自然光で見てもいいですね。もうでもここまで剥げてるとオールシルバーって印象だよね。はい、そうですね。シルバーゴールドって印象ないもんね。はい、なかなか東急ハンズ行ってもこんなカラビナたちないからさ。ないっすね。かっこいいけどね、収蔵物っていうかその作り物としては。全部抜いちゃおうかなの方が良さそうですね。磨いて、はい、コンパウンド。じゃあこれ買うわ。お前も靴買うんだ。はい。ここで買っちゃった。ここで買っちゃいました。なんかこうこじって感じしていいよね。そうっすね、うん、よくわかんないものをこう自分の価値観で買うみたいな。うわ、超かっこいいじゃんこれ。いや、この付け方やばいな。ゴールドとシルバーのコンビで、やっべ、
また買い物しちゃった。こういうなんか日々の洋服とかもさ、なんかちょびっとずつでも見せてあげた方がいいんじゃないかな。いい方ですか。2008年、あれ復刻か。そのポロシャツいいじゃん、オレンジ。あ、これ可愛いですね。チェック。カメラ OK と一応つけ。そうっすね。お待たせしました。おお、もう、やっぱ俺ちょっとこのストレッチに惹かれてしまって、はい、色落ちはあっちの方がいいんですけど、このマットブラックでステッチもオールブラック、ちょっとこれ試着してみよう。あと岡本、あのポロシャツ店員さんにちょっと取ってもらって。オッケーです。じゃあちょっと持ってきます。試着していきます。はい。めっちゃ可愛いね。あ、そういう形なんだ。もう超ボンタン。505よりも全然。可愛いっすね。買います。ありがとうございます。これめちゃくちゃいい。サスペンダーで吊るすんだ。ああ、いいですね。可愛くない。しかも本当は360度ストレッチのパターンだからすげえ楽。すげえいいですね。でも色の履け具合もちょうどいいよね。黒からグレーに変わってて。ちなみに、久保田。久保田って入ってんの？そう見てんじゃん。あ、でも、まあ、でも抜けるよ。抜けますね。岡本だ。俺じゃないかな。2800円。襟、あ、袖も可愛い。可愛い。私もここに置けばいい。これいいわ。お願いします。岡本と動画撮影するの嫌だ。買い物しすぎちゃう。いくら使っちゃうんだよ。買い物買ってたりした。もうお店まで嫌だ俺。そうですね。お昼食べて帰ろうよ。はい、そうです。すみません、お忙しい。いいえ、ありがとうございました。岡本のチャンネル、俺も時々こういった形で、はい、ちょっとお散歩に立ち合わせてもらう。今後とも皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。